近くにね、何コンビニない、近くにスーパーない、近くに病院ない、そら田舎で暮らされへんで老後は特にやで。年いってからのね、田舎暮らしは絶対無理やで。間違いなく、まあ、例えば夫婦やったとしてね、夫婦やったとして、お父さん車乗れます、奥さん車乗られへんって言ったら、もう老後は絶対に、老後は田舎は絶対無理やで。ご主人さんなんかで病気したら、もう奥さんですら買い物に行かれへんからな、車乗られへんかったら。ということはもう老後やな。年行ってから田舎っていうのはもう無理や、いうことやね。年行ってからの田舎は、僕もそうやから、大阪に帰らなあかん帰らなあかんって、もしくは帰ってこい帰ってこい言われるから、年が行ったら帰るわって。生きててね、年行って一定の年齢までやな、一定の年齢まで、もし仮に生きとってやで、一定の年齢まで生きとって、生きてて、さらに生きてた上に、生きてる上にやで、都市が一旦やったら、都会に帰るわって。結局帰ってこい帰ってこいとかっていう人のほとんどがやんか、もうほとんどっていうか、もう間違いなくやねん。帰ってきたら使い勝手がいい人間になるからな、使い勝手が。例えば何かあったら、用事が頼めるとか、用事がね頼めるとか、なんか聞きたいことがあるときやな、調べなあかんときに、ちょっと頼めるからとか。で、あと遊びに来るね、今日空いてるから遊びに来ようかなっていう人とか、僕が持ってるものやな、車、オートバイ、プラモデル、おもちゃ類、あとペット見たいからだけで、遊びに来ようとする人が、いてるわけや。しかも僕の予定じゃなくって、僕の予定じゃなくって、その人の予定でや、その人の予定でしかや、行動してけえへん人たちを、都会にいてたら受け入れなあかんのよな、来られたら。帰ってくれとも言われへんからって考えるとね、やっぱり田舎にいてる方がええのよな。自分のペースで、自分のやりたい時間に自分のやりたいことができて、でこうやってね、まあご飯が実は昨日の夕方やな、夕方に気づいてんけど、あれ猫のご飯はあんねんけどやで、あれ人間のご飯あれへんやみたいな人間のご飯あれへんやん思ったけど、人間のご飯あれへんやんは別に僕だけやから、まあええやんええやんって言って、結局昨日も夜やな、夜食べるもんがなかって、で結局何食べたんって言われたら、昨日は実はね、袋ももんがにやるために、袋ももんがにやるためにね、買ってた人間が食べるチーズやな、人間が食べるチーズ、袋ももんがにやるために買ってたやつを2個食べて、もうええやろって言って、それ食べて、寝て、で朝起きて、で朝別に朝ごはん食べる必要もないやろいうことなんで、そのまま朝ごはん食べんと、今3時半ぐらいお昼の3時半ぐらいやねん。でさすがにやで、ちょっとお腹も空いてきたから、しゃあないから、人間の食べるもんと、人間の食べるもんやな。で袋ももんがにやるはずの、袋ももんがにやな、袋ももんがにあげるはずの、しゃあない、チーズもね、買い足しとけへんかったらあかんし、でさらに
さらに猫のご飯がまだあんねんけど、今日、日曜日やったんかな、日曜日やとしたら、まあ買っとかなあかんのかなって、今日はあんねんけど明日明後日考えたらちょっと余分めに買いに行こうみたいなところが今ですわ。なあ、まあどっぷりと、どっぷりというか、一人でね、一人で暮らしてんのってね、飽きるかなと思ったんや。一人暮らしってね、飽きるんかなとか、こんなんやっちゃな。一人暮らしは飽きるとか、不具合あるかなと思ってんけど、意外と一人でも問題ないのよな。実は問題ないね。飽きるかなと思ってんけど、意外とまだ飽きひんな。飽きないね。んで最近は特にやな、去年ちょっと忙しかったんけど、今年に入ってからやな、今年に入って特にやけど、今年に入ってから特に大阪に戻ることもほとんどなくなったっていうね。大阪にね、結局大阪に戻ったとこで大阪行くねん言うて言うて、誰かに大阪行くねん言うたら、またわけわからん用事だけやな、わけのわからへん用事頼まれるから、わけのわからへん用事頼まれるから、で結局やん、もうやん、もう言わへんねんな、大阪に出るっていうこと。だからそれはそれで OK やねんけど、まあ人に利用されることもないからな。で今やな、まあ、買い物でイオンに寄って、イオンもね2階のね100均に行きたいね。食料もそうやねんけど、100均にちょっと行きたい用事があって、イオン100均で猫の餌で、その後イオンで人間の餌も買って、人間の餌で、もう人間の餌も買って、まあ混んでなかったらやな、混んでなかったらもう食べるものももうなんか食べて帰ろうかみたいな。もう今年はね本当に外食が減ったな、外食が減ったわ。こっちの田舎でやったらモスバーガーやな、モスバーガーは行くけど週に1回ぐらい、週に1回モスバーガー行く以外外食、外でご飯食べることなくなったもんな。もうなんか家にある適当なもんなんか家にあるね適当なもん食べとったら別に満腹感やな、満腹感でご飯食べるわけじゃないしね、お腹いっぱいご飯食べないっていうことを考えたら、もう外食すら行かないっていうの、行かないね。で買い物も減ったもんな、もう大阪とかでダダーンダダーンとかってやってる以外でもう目新しいもん見ないからな、初めてこれ見るとかこれはすごいやんとかってやつ見ない限りもう買い物も行けへんからな。もう自分のところで自家消費できてるから、自家消費できてるからだねみたいなとこやな。まあな、世の中物価高やと、物価高で、何物価が高くて、株価が下がったで円も下がったな。140円台がね、円高じゃないで、1ドル。僕はね、生きてきた中でね、意識してね、意識して円高やって言うんやったら、やっぱり1ドル
100円切ったらちゃう、1ドル100円切ったら、あ、円が高いなと思う時あるわ。1ドル100円切ったら高いなと思うけど、1ドル140円台でね、あの円高言うてるあのマスコミの感覚分かれへんな。僕はまあ普段からやけど、あの1ドルやな、適正な円の価格って言ったら1ドル120円ぐらいやねん。平均して僕が生きてきた中で1ドルって言ったらだいたい120円ぐらいが平均値や。120円ぐらいやねん。今の140円はまだ全然やで。ドル高いで、ドル高やで。140円台やったら株価やな。日経平均なんかもそうやん。日経平均も3万5千ぐらいになってるらしいけど、僕らの株やな、日経平均って言ったらだいたい2万円ぐらいじゃないのかな。平均値で取ったら、生きてきた中で日経平均やったらだいたい2万円ぐらいじゃないのかな。今の3万5千円でも、あの日経平均が3万5千円とか、まあ、高い時4万円超えたやんか。4万円をね、株価が平均値が4万円超えたからって言って、4万円超えたからって言って、あのみんなの給料上がったわけじゃないやん。あの日経平均がやで、日経の平均が、あのリアルにやで、あの、4万円になったからって言ってみんなの給料上がったわけじゃないやろ。あの実質賃金は下がっていってるわけやねんか、ずっとな。実質賃金は下がっていってるわけやから、日経平均の4万円っていうのはおそらく外国やな、外国の投資家がやんか。外国のあの投資家がバンバン買ってるから4万円超えただけであって、日本にその恩恵があるわけじゃないと思うんだよな。ないねん。どこの会社か忘れてんごめんな。ローソンやったかな。ローソンなんかが、確かにローソンが上場廃止してんねやんか。ローソン上場廃止してんねんけど、あれがやっぱりあるべき姿じゃないかなと思うねやんか。あの株価で一喜一憂して、あの儲かってもね、ローソンが儲かっても何、儲かった利益やな、儲かった利益から、株主に配当を渡して、で、株主に配当で社内留保で、それでも余ったらみんなの給料上がるとかっていうシステムやったら、非上場の方が得やもんな。会社は確かに市場やな、あの市場からお金が集められへんから、自分の持ってるお金だけで商売やらなあかんけどやね。それが普通あるべき姿じゃないかなみたいな、どうですかみたいなところ、はい、あのよ、今だから昨日の今日やけど、あの投資やな、お金のある人で何か投資で、あの投資やな、何か投資したいねんって何がいいんやろ言うたら、まあ僕がもしやで、あの進めるとしたら投資やな、僕が進める投資はね、まあ個人的に聞いてこれまだ言うとね、あの記録として残るからな、儲かれへんかった時に文句言われるのかなんから、個人的に聞いてくれたら教えてあげるわ。こうしたら、あの例えば1ヶ月でこれぐらい儲かんねんとかっていうのはあるのはあんねん、うん、要はお金投資っていうのは自分が考えてね、自分が初めて考えて、自分が初めて実行して、で自分が初めて、それを試して、でそれが良かったらお金は増えるわけや。それが投資なわけや。例えば現金やな、キャッシュで現金で持ってんのがいいのか、
例えば銀行に預けた方がいいのか、もしくはそれ以外の何か物で持っとくね、物で持っとくのかっていうのも、考え方と結果論で言うたら人それぞれやんか。僕はね、日銀やな、日本銀行が利上げ、利息上げたことによってやで、日本銀行が利息が上がったせいで、ここやっていうあれが見えたもんな。ここにお金預けといたら、まあそれでも1年で、複利やったらあるけど 2% とか 3% はちょっと難しいやろうけどな、今の現状では。複利でもね、 2% で 2% ぐらいでやったら突っ込んでもいいかなっていうところはあるんやんか。あんねんあんねん。けどやで、今踏んだら持ってる現金をそれに突っ込むんかって言ったら、やっぱりお金はやっぱり手元に持っとく方がいいよな。まあ何やで、何に投資したら、その投資した分がバックやな、あんのかはね、まあ人それぞれっていうところで、またね、不安がある人がおったら、聞いてくれたらいいよ。うん、聞いてくれたら。ただ、投資って言われるやつは、必ずね、誰かが負けないと、投資はね、誰かが負けないと、勝たれへんから、勝った人に、すべてお金が行くっていうのが投資の基本やから、必ず勝てるっていう保証ないからね。うん、それを分かった上で、どうやったらいいんやろうっていうのは聞いてくれんやったら、それは言うわ、みたいな。どうですか？はい。